ハピエネ、善次郎先生のハピエネ。2月14日はバレンタインデーということで、科学で手作りチョコはいかがでしょうか。大きな円盤型のチョコレート、実はただのチョコレートではありません。ろくろの上にチョコレートを乗せ、尖らせた竹串を取り付けた紙筒を乗せます。では針を乗せます。音楽が流れた。そう、これはチョコレートで作ったレコード。チョコなので食べることもできます。では実際に作ってみましょう。こちらは実際のレコードをシリコンで型取りしたものです。ここにチョコレートを流し込んでいきます。これを冷やして固めます。半日から1日冷やすことでこのように固まります。チョコを型から外し裏返します。チョコレートの表面をよく見ると溝がたくさんあるのがわかります。この溝に針を落としてろくろを回します。針をよく見てみると溝をなぞっているのがよくわかりますよね。針がついている紙が振動することで空気が震わされ、その振動が音として聞こえているのです。実はメッセージを録音することもできます。用意するのは溝がない円盤型のチョコ。針を落としチョコを回した状態で紙筒に向かってメッセージを言います。合言葉はハッピーエネ。録音された。筒に向かって喋ることで声の振動が針に伝わり、チョコレートに溝が刻み込まれ録音されます。そして刻まれた溝に針を乗せて回すと録音した声を再生することができるのです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピエネ。